ベーツ大学はメイン州ルイストンに本部を置くアメリカ合衆国の私立大学である。1855年に設置された。ベーツ大学は全米トップレベルのリベラルアーツカレッジである。IB リーグレベルの教育を少人数で提供すると言われるリトルアイビーの一行。ヒドゥンアイビーとも呼ばれる。学生数は約1800人と少なく、 教授と生徒の比率は10対1であるなど、リベラルアーツならではの少数精鋭教育を徹底している。全米で最も古くに男女教学化した大学の一つであり、以降、性別、人種、宗教などを問わず多くの生徒を受け入れると、アメリカの両親を強く意識している。受験生の合格率は約12%と低く、入学者の約68%は、 高校の成績がトップ10%より上であるなど入学は大変困難である。なお、米国でも増えつつある入試に SAT や ACT のスコアを必須としないテストオプショナルと呼ばれる方式を採用した大学の先駆けの一つである。ホーブス氏のリベラルアーツカレッジのランキングにおいて2018年ベイツ大学は8位とされている。ベイツ大学ではほぼての教員が phd を保持しており、その質の高さを維持するために、毎年査定される教員資格も大変厳しいと言われている。生徒の3分には、海外の教育機関において、勉強をする機会が与えられ、1セメスターごとに約300人の学生が留学している。スポーツは、あまり盛んではないが、学生数に比べて大きな敷地に、グランドや屋内施設を持ち、 同好会的な活動は盛んである。ディベートの学生コンテストなどでは幾度も全米優勝している。大学の教育方針の中に社会貢献が挙げられており、ボランティア活動なども積極的である。全生徒の約40%はインターンシップに参加し、生徒の3分の2は10年以内に上級の教育機関へ進学する。米国で 最も権威ある奨学金制度の一つとされるフルブライト奨学金制度において、ベーツ大学は2017-18年度に受給者数全米1位になった。ベーツ大学はその教育の得意性などから2005年のプリンストンレビューにおいてベストカレッジランキング1位に選ばれた。生徒数に対して敷地面積が109エーカーと広大であり、キャンパス内に 独自のコンサートホールや美術館などを併設している。ほぼすべての生徒がキャンパス内の寮に住んでおり、特に1年生の間は寮生活が義務付けられている。生徒運営のクラブ活動も盛んであり、ラジオ番組、音楽活動、スポーツなどを含む約90の組織が運営されている。米津大学は2011年、全米で最も費用の高い大学に指定されたが、 多額の寄付金をもとにした奨学金制度により生徒の約半数が奨学金を受給している。第二次世界大戦前後の日本の外交官で戦後に日本放送協会解説委員などを務めた外交評論家の平沢和江がその没後個人の意思により時代の若者を育てるべく平沢和江奨学基金が設立され、 日本から本大学への留学生を派遣するなどして現在に至っている。ありがとうございます。